アジヨシ白山神社古墳は愛知県春日市にある古墳、アジヨシ古墳群の一つ。前方公園墳で古墳全体が白山神社の社地であり、社殿が置かれているため墳頂部周辺に改変が見られるが、全体的にはかなり原型をとどめている。出土品や墳丘の形状から5世紀末から6世紀初頭にかけて築造されたと考えられている。 1983年に愛知県指定史跡となった。神社のご旅所であった御旅所古墳や味吉、双子山古墳がある、双子山公園に隣接する。前方部正面墳球場の白山神社社電手軸は、西北西70度で墳長は約86メートル、公園部計約48メートル、高さ約6.5から7メートル。前方部は、幅、 長さともに約48メートルで、高さ約5メートル。首レブの幅は約30メートルで両側に作り出がある。馬蹄型の集合が残存しているが、前方部側の一部は区切られて、池として利用されている。また、噴丘には吹石が残存している。なお、主体部については未だ調査がなされていない。かつて集合から、遠藤派庭編片が発見されたと伝わる。 2007年に初めて発掘調査が行われ、墳丘北西部のテラス面で円筒埴輪5から6基沖きに、朝顔型埴輪を挟んだ埴輪列が検出された。また、集合から、継承埴輪やス液が出土している。ありがとうございます。